でも切ってました。何やってんお前。あそこ何やってんの。ほら。はい、降りて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 。その使い分け、林先生の解説です。もともとはこちらが一般的な言葉でした。意味としては見た目、容姿が麗しい。ピピ、またなんか食べてんねん。淡麗、ビールとか日本酒があんまり癖がなくて、こう味わいがすっきりしているっていうような意味で、乗っているので。淡麗ジョビ。いろんなちょっとスポンサーの関係もあると思うんですけど、で実はもう今は個人に持っています。ただ最近乗ったようなんですよ。だから明らかにこう世の中が言葉を変えた例なのかなということで、これはまあそうですね、本当にお酒限定で使っていただけるかと思います。そしてこの後会場工場拓也が追い込まれた瞬間、何やってんの、何やってんの、そっち。ネプリーグはご覧のスポンサーの提供でお送りします。ハロー、キッピーポモール。これってんの次のレースなんですけど、まずこの馬がこうススッと行くと思う。ああ行くね。でこれが追いかける。でそれをこれが追いかける。これはこの辺から。ソウル君のおすすめは、うーん、これ。わ、すっごい後ろ。そういう勝ち方好きだよね。じゃあ先輩は。これこれ。もう真逆。逃げ方って。逃げ方じゃん。3月28日、高松宮記念。ありがとうございました。ちょっと違いますね。来れるよ、それ。ほら。寄り添うって、そばにいること。歩幅を合わせること。ビビ。心配しすぎること。味方でいること。一緒に喜んだり、悲しんだりすること。寄り添うって、あったかいこと。やめよう。あなたの下に寄り添う。やめよう。終わりちゃう。やめよう。